マルコの福音書14章杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。歳司長たちと立法学者たちはイエスを騙して捕らえ、殺すための良い方法を探していた。彼らは、祭りの間はやめておこう。民が騒ぎを起こすといけない、と話していた。さて、 イエスがベタニアでツラートに犯された人、シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のためにこううをこんなに無駄にしたのか。このこううなら、 三百でなり以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。 しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって交友を塗ってくれました。誠にあなた方に言います。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。さて、 十二人の一人であるイスカリオテのユダは、祭司長たちのところへ行った。イエスを引き渡すためであった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダは、どうすればイエスをうまく引き渡せるかと、その気を伺っていた。種なしパンの祭りの最初の日、すなわち、杉越の子羊をほふる日、弟子たちはイエスに行った。 過ぎ越しの食事ができるように、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。イエスはこう言って、弟子のうち二人を使わされた。都に入りなさい。すると、水がめを運んでいる人に出会います。その人について行きなさい。そして、彼が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする。私の客間はどこかと先生が言っております。と言いなさい。 すると、その主人自ら、席が整えられて、用意のできた二階の大広間を見せてくれます。そこで、私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って、都に入ると、イエスが彼らに言われた通りであった。それで彼らは杉越しの用意をした。夕方になって、イエスは十二人と一緒にそこに来られた。そして、 彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に言います。あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなり、次々にイエスに言い始めた。まさか私ではないでしょう。イエスは言われた。十二人の一人で私と一緒に 手を鉢に浸しているものです。人の子は自分について書かれている通り去っていきます。しかし、人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。さて、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい。 これは私の体です。また、酒を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆、その酒から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは、多くの人のために流される、私の契約の血です。誠にあなた方に言います。神の国で、新しく飲むその日まで。 私が葡萄の実からできたものを飲むことは、もはや決してありません。そして、賛美の歌を歌ってから、皆でオリーブ山へ出かけた。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ。すると、羊は散らされる、と書いてあるからです。しかし私は、蘇った後、 あなた方より先にガリラ屋へ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。 たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。さて、彼らは、月セマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。 イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、できることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そしてこう言われた。アバ父よ、 あなたは何でもお出来になります。どうか、この酒きを私から取り去ってください。しかし、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。イエスは戻り、彼らが眠っているのを見て、ペテロに言われた。シモン、眠っているのですか一時間でも目を覚ましていられなかったのですか 誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そして再び戻ってきてご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたがとても重くなっていたのである。彼らはイエスに何と言ってよいかわからなかった。 イエスは三度目に戻ってくると彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですかもう十分です。時が来ました。見なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行こう。見なさい。私を裏切る者が近くに来ています。そしてすぐ。 イエスがまだ話しておられるうちに、十二人の一人のユダが現れた。祭司長たち、立法学者たち、長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえて、しっかりと引いていくのだ。と言っておいた。 ユダはやってくるとすぐイエスに近づき、先生と言って口づけした。人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時、そばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか 私は毎日、宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかし、こうなったのは聖書が成就するためです。皆はイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。 すると、彼は天布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。人々がイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長たち、長老たち、立法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後について、大祭司の家の庭の中にまで入って行った。そして、下役たちと一緒に座って火に当たっていた。さて、 最市長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするため彼に不利な証言を得ようとしたが何も見つからなかった。多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたがそれらの証言が一致しなかったのである。すると何人かが立ち上がりこう言ってイエスに不利な偽証をした。私は人の手で作られたこの神殿を壊し、 人の手で作られたのではない別の神殿を三日で建てるとこの人が言うのを私たちは聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているがどういうことか。しかしイエスは黙ったまま。 何もお答えにならなかった。大祭司は再びイエスに尋ねた。お前は本むべき方の子、キリストなのかそこでイエスは言われた。私がそれです。あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。すると大祭司は、 自分の衣を引き裂いて言った。なぜこれ以上承認が必要か。あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう考えるか。すると彼らは全員でイエスは死に値すると決めた。そしてある者たちはイエスに唾をかけ、顔に目隠しをして拳で殴り、当ててみろと言い始めた。また下役たちは、 イエスを平手で撃った。ペテロが下の中庭にいると、大祭司の召使いの女の一人がやってきた。ペテロが火に当たっているのを見かけると、彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言って、前庭の方に出ていた。 すると鶏が鳴いた。メスカイの女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。するとペテロは再び否定した。しばらくすると、そばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ。ガリラヤ人だから。するとペテロは、 嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。するとすぐに鶏がもう一度泣いた。ペテロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと、イエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。